城南区内の中高生17人が一堂に集まって語り合う中学生サミットが開催されます。この日は9月20日の開催に向けてコーディネーターのお二人と一緒に区内7中学校の生徒代表と高校生によるテーマ決めが行われています。今年のテーマはこれが自分たちの未来だと題し、中高生が3グループに分かれ未来について語り合います。どんな夢のある未来が語られるのでしょうか。皆さん期待しましょう。皆さんこんにちは。9月20日城南市民センターで中学生サミットを開催します。今年のテーマはこれが自分たちの未来だ。会場のみんなを引き込みます。皆さんを楽しませます。会場で待ってます。